おはようございます。ブラッシュミュージックのウェルカムマンです。音楽業界全般のお仕事をさせてもらっており、映像制作、ウェブ制作、イベント制作、音源制作など、様々な活動を行っております。またレコード会社勤務、レーベルオーナーであることから、インディーズアーティストの活動サポート、そしてライセンス周りの管理などを行っております。日本人初のグラミー賞主要4部門、ノミネート、そして受賞されるプロジェクトメンバーであることを夢見て日々活動しています。さあ、ですね、このポッドキャスト、YouTube の方は、音楽ビジネスのトレンドとか最新ニュースをピックアップして解説していく内容になっており、3回にわたって、今回やっております。最終ですね、3回目最終ですね。全世界の音楽産業売上200億ドル突破の構成と IFPI が報告しました。音楽ストリーミングが市場シェア1位を超えた海外の音楽事情というね、レポーティングで J 小上さんの記事になっております。 IFPI とは国際レコード、産業連盟ですね。はい、これがですね、非常に、世界的な、音楽産業の、業績を報告している非常に重要な、レポートになっています。なので3回にわたって皆さんにお伝えしているというところです。まず1回目ですね、フィジカル CD とかアナログレコードの売り上げがマックスだった2001年から、2014年あたりまでですね、 CD が売れなくなり、非常に低迷した、音楽産業でしたが、ストリーミングが、また出てきてですね、盛り返しているというところです。2019年は、2001年のマックスには及ばずとも、落ち始めた約2004年2005年のあたりのところまで回復しているので、あと数年で、この2001年の時の CD バブルの絶頂期を超えていくんじゃないかというね、まあ、そういう、指標でございます。はい、その他にもですね、これを何回も言ってます、押さえておかないといけないのは、ストリーミングが、産業の、音楽産業の約半分を占めたというところ、そして、フィジカル、CD とかアナログレコードもちろん減少してるんですが、少し緩やかになったぞというところから、まだまだ、音楽を物で所有したいというマニアはいてるよっていうところですね。ここも、ポジティブな結果です。で、残念な結果になっているのはダウンロードですね。まあ、物にするか、ストリーミングで音楽聴き放題するかっていう、まあ、この二択になっていくだろうなというのが、まあ、全体的な流れだと思います。そして、国別でいくとですね、ブラジルやメキシコ、アルゼンチンが非常に伸びていると。そして、これからアフリカが頑張ってきて、アジアどうなるかというような、数字の背景であり、全体的に伸びていますというところです。そして3回目はですね、まあ、総評もありまして、将来の部分、そして、バリューギャップ問題についてちょっと触れたいと思います。 IFPI のレポートを細かく見ると、全世界で音楽市場のプラス成長が2003年当時の売上規模まで回復したことが分かります。また2014年には近年最悪な市場規模、まで落ち込みながらも、わずか数年で202億ドルまで回復したことは、音楽消費の変化が短期間で起きたことを、示しています。しかし IPFI のレポートで注意して見るべきポイントもいくつかあります。まず一つは音楽市場の成長率です。 IFPI は指摘していませんが、過去の IFPI の、レポートから売上規模がプラス成長した割合を比較すれば、2019年は成長が、鈍化したことも捉えることができます。鈍化したことも捉えることができます。2014年は 6.8%、 2015年は 3.2%、 2016年は 5.9%、 2017年は 8.1%、 2018年は 9.7% と2桁に達する勢いで成長するかと思われた音楽市場ですが、2019年には 8.2% と勢いが落ちています。もう一つは音楽ストリーミングの売上、高成長率の低下です。2019年には 22.9% の2桁成長を達成しました。しかし2018年は 34%、 2017年は 41.4%、 2016年は 60.4% で、過去4年を振り返ると売上規模は大きく成長してきましたが、音楽ストリーミングの売上伸び率は下がっていますと。
とはいえ、世界の音楽市場ではプラス成長が続いていることには変わりありません。そして IFPI の計算方式も毎年のように新たなストリーミングサービスを追加したり、国別の計算方法を細かく調整するなど常に対応を行っていますので、レポートの数値を、対前年比較するだけでは見えていない部分が多いのです。したがって成長率だけで今後の予測ができるわけではありませんので、あくまで推測でしかありません。ですが今後の世界情勢を見据えて音楽ストリーミングの価値と収益モデルをアップデートする流れが加速するはずです。そして世界のレコード会社や音楽企業では、今後数年でストリーミングの売り上げがどのように変化していくのか、どこで収益を上げるのかについての議論が活発となり、音楽業界中心の戦略作りを強める動きが高まるでしょうという予測でございます。はい、ここで押さえておかないといけないのは、成長はすごくしてるぞと、成長はめちゃめちゃしてるんだけどもちょっと伸びが弱くなってきたよねっていうのがここ数年の数値で見てわかると。これはまあコロナの影響もありますが、いわゆるネットフリックスの勢いとか映画、ネットフリックスの方はですね、アメリカでもちろん発祥した映画のストリーミングサービスですが、非常に伸びて伸びて伸びまくってですね、逆にネットフリックスも勢いが止まってます。特にアメリカの市場はもうシェアしきったんじゃないかということで、世界に、窓口を広げて今勢いを増していると。はい、なので市場はアメリカではもうやりきったので世界出てるよっていうのが今のネットフリックスのやり方 でこれからディズニーチャンネルが来るから、ディズニーチャンネルに負けないように施策を追っていかないといけないというね。そしてアマゾンプライムもやってきてると、まあ、そんな、映画業界はそういう風になっていますが、音楽の方は、同じようにね、 Spotify とか、Amazonプライムとかアップルミュージックとかがですね、いい形で、競争してくれているので、これは伸びているんだと思いますが、これも今世界戦略、グローバル戦略になっているので、いろんな国が成長していってるというところですね。で、僕個人的にはまあもちろんね、 DIY アーティストとかインディーズのアーティストがどん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 こう簡単にね世界配信できる情勢になっているので、まあ、YouTube と同じようにね、音楽ストリーミングにすぐに自分の作品がアップロードできるような世の中にどん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 移行していくと思いますので、僕は結構伸びが弱くなっていたとしてもまだ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 伸びてくる。そして、メジャーアーティストではに限らず、もっと地元にあふれるアーティストがですね世界デビューしていくっていうね、そういうなんか見え方が僕は、しているので、やりようによっては非常にまだまだポジティブな、メッセージが残っているのかなと僕は思っています。はい、なのでインディーズアーティストで活動する分に関してはまだまだ未来がピカピカ光るものだよっていうところは認識してていいかなと。ただ大きいデバイスの中でプラットフォームの中でピックアップされて急にバズるっていうのはまあ至難の技になっちゃうので、しっかりした戦略と音楽だけじゃない、まあアプローチの仕方は考えていかないといけないと。まあ、その辺はね、僕がお手伝いするので、またぜひ相談してきてください。で、もう一つ、数年前から IFPI は YouTube などの広告モデルの無料音楽ストリーミングがサブスプリクション型に比べて収益率が低く、アーティストや作品と音楽リスナーの間での、等価交換と、持続的な音楽活動の維持を損害する不公平なモデルだとして、バリューギャップですね、問題を、指摘し、公平な価値提供を与えるロビー活動と PR 活動を展開してきました。以前こちらの記事で YouTube のバリューギャップ問題について書いていますという、まあ、これはですね、バリューギャップ問題と言われる問題にも、触れておきたいと思いますが、YouTube の方で音楽を発表して1回ですね、使用されるために確か 0.04 円とか、まあそういうぐらいの金額で、まあ非常に作品の価値って1回再生されても本当に意味がないっていうか、ないよねーっていうところが、厳しいですね。なぜかというと広告モデルなので、どうしてもその広告収益っていうところに頼って考えた時の、再生に関しての利率が悪いと。
だけど、世界プラットフォームとしてね、誰もが知っているグローバルなプラットフォームとして使わない手がないというのが今の YouTube のあり方で、 Spotify とか、Apple Music とか Amazon プライムに関しては確か10倍ぐらい、 0.4 円ぐらいが平均で再生に関しての、バックがあるというふうに考えると、ストリーミングで再生されてる方がもちろん、YouTube よりかはいいよねっていうところが今の現実的な問題であります。ただグローバルプラットフォームが、誰もが知ってる YouTube で再生された方が認知が上がるので、プロモーションの一つだとして考えますが、この辺の金額差、バリューギャップ問題っていうのは今、音楽を作っていっている人たちにとっては厳しいというところです。でこれがですね、この IFPI とかが交渉していきながら、より、音楽っていうものの価値を上げていくように、活動していただき、僕らも、作品をいっぱいいっぱいみんなで出していきながら、より底上げ、音楽のカルチャーを底上げしていくというところに従事していかないといけないと。でバリューギャップ問題っていうのは、実際のその大手のメジャーレーベルさんとか、いわゆる世界のトップアーティストとかは非常にこの数字に関してシビアにやらないと、再生回数も何億とかなので、何十億とかなので、0.04 円なのか 0.05 円なのかで非常に金額的な、ギャップが生まれるのは見えますが、僕ら普通のインディーズアーティストとか、それこそ日本のメジャー行って頑張ってる、例えばクワトロでワンマンしようとか、ゼップツアーだとかっていうところのレベルのアーティストになってくると、何十万回とかのね、何百万回とかの話なので、0.01 円ぐらいの差は正直そこまで売り上げには影響してこないのが現実なんですけども、その辺はいわゆるその音楽業界のトップの人たちに頑張っていただいて、バリギョ問題を埋めていくっていうことはもちろん推進していくけれども、今地元でしっかりインディーズアーティストとしてやっている、そういうところをサポートしているブラッシュミュージック、僕らとしてはまずは楽曲を早い段階でグローバルプラットフォームに載せようねっていうことと、コロナ自粛で今ライブができない状態ですが、オンラインでどれぐらいアプローチしていけるのかっていうことと、曲を作るっていうことは止めれないので、止まらないので、自宅でもしっかり楽曲制作に励んでね、音楽を作っていってほしいと、そういうもう当たり前の足元からやっていけばいいと思います。でそこに対してちゃんとした結果が伴うような、世の中に今音楽業界がなってきているので、これはしめしめということなので、オンラインの戦略を立て、いい楽曲をしっかり制作し、アピールしていくと。そして、今までのライブ収益とかマーチャンのグッズの売り上げっていうところではないところでね、ちゃんとした音楽活動での配当を手にしていくと。ここが一番重要なのかなと思います。3回にわたってですね、解説してきましたこの重要な、市場調査ですね、これをもとに、また、この YouTube フォローしていただいてね、それぞれが活動している、器のところに、問題定義として投げてみて、また戦略を考えていってもらえたらいいのかなと思っています。はい、これはですね、もう1回ぐらいできるぐらい総評したいと思ってますので、ぜひ、楽しみにしていてください。以上、ブラッシュミュージックのウェルカムマンでした。ありがとうございました。